皆さんこんにちは、内田孝光です。今日もよろしくお願いします。このチャンネルではいろいろなマジックパフォーマンスやマジックをレクチャーしています。ぜひ最後までご覧ください。そして良ければチャンネル登録よろしくお願いします。さあ、今日はショーの動画をご覧いただきたいと思います。その動画は東京都の企画アートにエールを東京プロジェクトに出品した作品です。このコロナの影響でライブが激減してしまい、自分の存在意義、存在価値というものを失いかけてしまっていました。そこでこの企画を知って、これを一つの大きな目標としました。そして僕一人で作品を作るのではなく、演出スタッフと一緒にチームで普段のショーを再現できるよう作品作りに取り組みました。またミュージシャン明石光輝さんにも参加してもらい、全編オリジナルの楽曲で構成しました。短期間で限られた条件のもとではありましたが、この動画で生の舞台、そのライブ感を少しでもお届けしたいと思っています。マジシャン、アシスタント、ミュージシャン、演出スタッフがワンチームで作り上げた内田孝光アートオブマジックライブ、ぜひ最後までお楽しみください。
今からはマジックで不思議なひとときをお過ごしいただきたいと思います。お相手は内田孝光です。どうぞよろしくお願いします。ところで皆さん、最近夢って見ました？今からのイリュージョンは夢がテーマです。その夢の中では一体どんな不思議なことが起こるのでしょう。
マジックにはいろんなジャンル、種類があります。その中にマニュピレーションがあります。いわゆるテクニックによるマジックです。練習に練習を積み重ね体得するテクニック、それこそがマジシャンの魅力であり、マジックの醍醐味ではないでしょうか。それではラストマジック、カードマニュピレーションでお楽しみください。
を12時ぐらいからしたいっていう感じでした。ちょっと毎週多くすぎて2日目なんか奥まってすぎる毎日か、いや午前中に行って多分1時間後にしてくれ、腕が生まってなくて大丈夫、今できてます真っ先に皆さんの顔が浮かんだので声かけさせてもらいました。こういう芸能とか、まあ、娯楽っていうのは真っ先に切り捨てられるじゃないですか。もちろんそういうのも今までもずっと覚悟してたし自覚してたんですけど、自分の存在価値とか前に進んでいくためのやる気であったりモチベーションっていうのがなんか日に日に削ぎ落とされてる感じがしてたんですね。そんな時にこの企画にして、みんなで一つのこの作品を作り上げていくっていうことが、まあ、僕にとっては希望になってたので、今日こうやって久々に現場入りして、やっぱり僕たちが帰るべき場所は生の現場、板の上だということを今改めて実感しました。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではライブ会場でお会いしましょう。アートオブマジックライブ、お楽しみいただけたでしょうか。ぜひライブで皆様にお会いできる日を楽しみにしていますね。このチャンネルでも今後いろいろなマジックを織り交ぜて配信していきますので、応援よろしくお願いします。ぜひグッドボタン、コメントがありましたら書き込みを、よければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。お相手は内田孝光でした。